はい、おはようございます。ミスターマイメさん、今日もね連絡の方ありがとうございます。非常にねこの毎日のやり取りが面白いですね。私もねこの速稼塾の塾生さんからいただくこの直接のメッセージとかメールとか動画っていうのは、まあミスターマイメさん一人だけではないんですけども、毎日のねやり取りで、あ、本当に一緒になって考えてるな、そしてそれを一部ね限定公開してもいいよって方がこういらっしゃって、限定公開じゃないな、一般公開してもいいよって方がいらっしゃって、それに触発されてまたね、他の塾生さんとか他の視聴者さんが新しいパワーを出しているってことで、本当の相乗効果がこうやって現れるのかなと思いますよね。でミスターマイアミさんが言われてたように、新しいことをやろうと思ったらなんかねやっぱり時間とか意識をそこに割かないといけないから負担だって感じる方もいるんですよ。でもちょっとした工夫で新しく始めることが今までの生活にスムーズに入っていくこともあるんですよね。私はいつもこう思うんですよ。考えてみたら、一つ新しいことを始めてその引き換えに何かね一つ古いことをやめるんだったら何も変わってないじゃないかっていう考え方もできるんですよ。ですから新たなることをプラスワンしても今までの暮らしがちゃんと守られているっていうね、こういうふうにしてだんだんキャパシティっていうのが増えていくのかなと思います。そういう面ではね、ミスターマイアミさんは動画の本数も増えたと思いますし、いろいろね新しい考えを頭に入れたりとか FX をしたりとか、非常に時間を使うことにねまた進化していったんではないかな、マルチタスク化していったんではないかなと思います。はい、それから私もねこうやって毎日毎日質問しますんで、質問に返信するための検索とか見識とかっていうのを広げていくっていうところも、まあ、副産物なのかなと思いますよね。こういった形で、ミスターマイアミさんへのカリキュラムがプラスアルファされていくというところでございます。それでは今日のね質問なんですけども、前回は移民が入ってくることのメリットとデメリットっていうのをお話しいただきました。確かに移民っていうのは若い方が大体入ってきますよね。60代とか70代になって一生懸命移民をする人が増えたみたいなことあんまりなくって、それは移民というよりも難民に近いのかもしれません。どちらかというと自分のいる国ではチャンスがつかめないから新しい国に行ってそこで一発当てようっていう風な若いエネルギーね、10代とか20代ぐらいの、まあ主に10代とか20歳周辺だと思いますけども、そういったエネルギーを受け入れてくれる国っていうのが大きく飛躍するんではなかろうかと思います。もちろんデメリットもありますよね。勝負に来たんだけどもうまくいかない人っていうのが短絡的に犯罪に走ったりとかっていうのはあると思いますけども、それを込みにしても移民とかね根結するっていうのは、いろんな化学反応が起きて未来に対しての最大限の投資はできるんではないかなと思います。まあ、日本みたいに移民をほとんど受け入れずに、一国一民族でやるっていうのも悪くはないんですよね。文化が守られたりとか同じような考えが尊重されたりすることによるやっぱりメリットもありますんでね、そこは何とも言えないところなんで、私が思うのは自分のいる環境は自分で選べるようにしとこうねっていうことなんですよね。はい、それでは今回ですね、ミスターマイアミさんに会社のことをちょっと聞いてみたいんですよ。日本では今非正規労働とかね、ブラック労働とかモラハラパワフラと言われる、要するに自分の階級を利用して部下に対してちょっとね意地悪な命令とか指示を出したり人間関係を押し付けたりっていうのもあったり、逆にですね上司に対して部下がですね主導権を握ってしまうという逆パワーハラスメント、こういうのもあるわけなんですよ。まあ一言で言うと職場内に起こる嫌がらせということなのかもしれません。でも私は個人的にねこの職場内の嫌がらせっていうのは 99% ぐらいはそれを受けてる人の思い違いだと思うんですよ。職場っていうのはやっぱりね部下とか上司とか同僚にある程度の負荷をかけていかないと進まないって思うんですよ。例えばノルマを与えるっていうのは与えられた方としては面白くないかもしれませんけども、ノルマっていうのはね、いわゆる予算っていうのは自分の給料をもらうために当然こなすべき仕事の量とか質っていうものですから、ノルマをこなさない人に約束通りのお給料が出るっていう方がちょっとおかしいのかなと思うんですよね。そういうことも込みでやっぱり考えていかないといけないのは、本当に正しい負荷のかけ方、そしてやりすぎ、いわゆる本当のパワーハラスメントっていうのはどこなのかってことだと思うんですよ。まあどちらにしても日本ではパワーハラスメントっていうのがね、かなり社会問題化していて、ブラック労働という言葉が生まれるぐらい、とんでもない会社があると。まあでもその会社はなんで選び続けるのかなと思っちゃうところもあるんですけども、アメリカではどうですかね。マイアミの方では、まあちょっとね、見えないところもあると思いますけども、感覚でいいです、これも。ミスターマイアミさんから見て、アメリカっていうのは意にそぐわない労働を押し付けられてる人が多いのか、それとも意にそぐわないんだけども、そこで働いた方が自分の金銭的社会、保障的な欲求が満たされるから、まあ一番好きな仕事じゃないけど頑張ってやろうかなっていうふうな、まあ妥協型のね、労働が、まあ、見て取れるのかとかね、それとももう大好きでしょうがない仕事を見つけたからそこに働きに行くみたいな、
ことが多いのかとかね、まあ私がアメリカに対して感じるのは、割と皆さんがね、勤務とか就職って形じゃなくて、自分の特技をそのまんま仕事にしていたりとか、自分の一番ね、なんですかね、自己開発できる分野に自分の身を収入源として置いてるのかなと思っちゃうんですけど、どうでしょうかね、その辺はね。なんか好きな人ことをやってる人が多いのかなとか、サラリーマンの割合っていうのはそんなに多くないのかなと思っちゃいますけども、いかがでしょうか。それではまたね、楽しみにメッセージお待ちしております。失礼します。